はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ。ギターとシンガーソングライターの竹下敦です。本日の大人クラブ、はい、11月20日号で、ごめんなさい、あ、いいのか、11月20日号ですね。はい、今日のお題はですね、セミアコースティックギターさんがやってくるですね。はい、物事にはね、変化が必要な時があります。はい、今ね、横浜シアミュージックで、ギターを教えてるんですが、その他に、ギタリスト加納治とね、プラグレスというユニットを組んで活動しております。その他ですね、バック、いわゆる、地味なスタジオミュージシャンですね。前々からのセミアコースティックギターね、何台か使ってるんですね。以前使ったのはアイバニーズの、ジョン・スコフィールドモデルだったんですが、諸事情ありまして、問題が発覚しまして、使うのやめました。で、ここへ来てですね、結局のところセミアコースティックギターの音が必要になってきたんですね。音が必要というか、そのギターとして、あんまりね、自分で選ぶ権限がないって言ったらおかしいんですけど、なんでしょうね、まあその事務所の意向とかね、契約条項とかいろいろあるんですけど、仕事なんで、当然まあ挨拶回りとかねするわけです。で、まあ当然楽器屋さん、まあ楽器屋さんもしくはメーカーさんとのねお付き合いもあるんですが、ご挨拶に行った時にね、あれという一台があれという位置にあるわけです。だって僕が見る方向って決まってるんです。あれっていうね、あれっていう、あれっていうところにあれな一台が飾ってあるんですよ、ね、あれと思ってあれあれと思って、で、はい、竹下さん用です、あ、そうっすかって感じなんですね。で、あれ弾いてないですよね。あ、あれね、確かに弾いてないですね。あれ使う機会ありますかって言われて、あれ、使う機会ないですね。だ、あれを持ってきてもらって、これを持って帰ってもらうといいんですけどね。いや、ちょっとこれからの季節ね、ハードケースじゃないとね、ちょっといろいろ困るんですよね。言ったら、ハードケースですか、ちゃんとハードケース用意してあります。全部わかってるんですよね、彼はね。僕のギターの面倒を全て見てくれているのはね、黒沢楽器のリペア、担当の、方なんですけどね。彼なくして現在の僕はいなかったと言っても過言ではないでしょう。彼との出会いは何年前かな、もう相当経つんですけどね。結局僕すごくチューニングにうるさいんです。オクターブチューニングとかね、全ての、ギターのチューニングは 441Hz に合わせてます。これなぜかというとですね、ピアノは 440Hz もしくは 442Hz にチューニングされることが多いんです。はい、とピアノとね一緒にギターを弾くことが多いので、その中でね調和が取れるのが 441Hz なんですね。はい、なので、私専用に 441Hz のチューナーが用意されてるんですね、モードとして。なぜなら私が頻繁に、ギターのチェックをお願いするからなんですね。はい、そうすると時期的に、その何ていうんですかね、これですって言われたら、あ、これなんだなっていう、そういう時期が来たんだなって思えばいいわけですよ。もっと先かなと思ったらそうでもないと。結構そういう物事って早く進むんですね。トントントンってエリック・クラプトンじゃないですけど、もっと10年後でいいかなと思ってたらもっと早く来るんですね。はい、物事ってチャンスがあって、私ね日本のギターを使用してるんです。これも不次元製ですけどね、長野県民が作ったやつ、東海をすごく信用してるんですね、東海のギターを。そしてここにこちらで飾ったのはね、うちのおじが作った鈴木バイオリンですが、世界的に見てですね、鈴木バイオリンのクオリティっていうのはとてつもなく高いんです。
うちの叔父はね、バイオリニストであり、バイオリン制作家であったんですが、まあ、クラシックギターヤマハ使ってますね。ヤマハの技術力もすごいんです。世界に誇るものなんですね。で、東海は何がすごいかっていうとそう、なんていうんでしょうね、物がいいんですよね、すごく、ね、じゃ例えばねまあ、アメリカのね、ギター信用できるかというとね、僕は信用ができない、うん、なぜならアメリカ人が作ったものだから。まあアコースティギターでオベーション使ってますね。アメリカ製ですが、基本アメリカ人のことを信用してないですね。なぜ信用できないかというと、いとも簡単にですね、日本に原子爆弾を落として皆殺しにしようとした国だからですね。それでも日本人はですね、アメリカ人との交流はあるんですよね。これ素晴らしいことです。私もアメリカ人の友人は、まあ、多数います。まあ、例えばスティーブ・レイデッキ見てるかな。スティーブ、スティーブとはすごく、仲がいいです。はい、彼はですね、ロケットを飛ばしてるんですよね。いわゆる、まあ、人工衛星とか飛ばしてるんですが、彼は日本語が話せないんですよ。で、まあ、私と話すときは私と英語で話すんですが、彼とね、彼が日本に来た時に新宿にあるお魚屋さん、まあ、料亭でね、食事をしたんですが、まあ、彼の家族、娘さんはね、ディズニーランドでキャストとして働いてるんですね。歌もうまいし踊りもうまいし、もうびっくりですよ。宇宙人ぐらい背が小さくて、もう顔とかすごい小さいですね。いわゆる芸能人なんですよ。で、下見してね、彼はヒルトンホテルに泊まってたんですが、下見して、ここの魚屋さんがいいなと思って、スティーブ・レデッキ一家と、を連れて、ね、その魚屋さんに行ったんですよ。私としては大盤振る舞いで、やはりね、友人のとこに行くんでね、それは礼儀というものでしょう。手ぶらで返すというのは失礼なんでね、まあ、公開機は全部僕が持つよということで、バーンとお魚ね、バーンと一匹ですよ、でっかいの、バーンってお皿の出したんですよ。したら、スティーブが、ちょっと私、無理だって言うんですよ。で、なんでって聞いたら、例えばね、アツシがオーストラリアに行ったと。で、オーストラリア人の友達がね、じゃあ今日はね、ステーキ食べようって言って、ああ、いいね、ステーキ。こういうステーキでも想像するじゃないですか。ところが行ってみたら、こう牛一頭が串に刺さってて、ぐるぐる回ってる状況を見て、はい、アツシ、今日のご馳走だよって言われた感覚に近いんだそうです。アメリカ人にとって。魚が一匹っていうのは。アメリカ人はね、魚を切り身にしたものは食せるんですが、魚を丸ごとっていう姿を見たことがないんだそうです。これ僕勉強不足だったんですね。それ見てびっくりしちゃったんですね。ああ、魚と思って。基本アメリカってハンバーガー文化なんで、ハンバーガーってね、なんですが、スティーブンとかすごく、いわゆる上流階級なんで、そんなにハンバーガー食べてないんですね。サラダを食べて、そしてヨーグルトを食べてみたいな、ね、感じなんですよ。まあ、その一環で、まあ、板さんにね、大変こんなに美しいお作り作ってもらって申し訳ないんだけど、ちょっとまあ頭のとこ取ってね、アメリカ人の友人食べられるようにしてくれないかと。OKOK って。で、まあ、また作り直してもらって、で、彼らに食してもらったんですけど、非常に喜んでもらってね、まあ、新宿のマップカメラのこのセガのね、こういうクレーンのゲームもうハマっちゃって、で僕も100円玉バンバン入れてね、で取れるまで頑張ったんですけど、まあなんとか取れたんですよ。最後なんとかするのが僕の能力なんで、ね、最後取れて、でヒルトンホテルに行くシャトルバスの中でね、スティーブと話したんですけど、これから先ね、まあ、いわゆるラジオコントロールからね、メインプレートはカーボンであるべきかジュラルミンであるべきかっていう話になったんですね。で僕はもうすでに、相当前からジュラルミンのシャーシを使っていたんですね。ラチシはジュラルミンのシャーシで、速く走ってるじゃないか。あれどういう理屈なんだっていうか、
要するにその重心物が低くなるわけですね。カーボンよりジュラルミンの方が質量が高いので、結果、低グリップの路面でも安定して走れるんですね。そしてカーボンファイバー自体がもはや需要がなくなってるんです。はい、この世の中にカーボンファイバー登場した頃は、ね、非常に便利だったわけです。強度も高いですし、そして非常に物質として安定している。ところがですね、カーボンファイバーが非常に作りにくくなったんですね。そして質の良いカーボンファイバーがなかなか手に入らなくなった。ラジコン専用にカーボンファイバーなんて作らないんですよ。なので、今のところ金属のものね、特に今チタンがね、iPhone の新しいものがチタンでできてるようですが、チタンなんていうのはクズ鉄なんです。チタンはありがたくある時代なんてとっくに終わりました。私のところに頻繁に営業が来ますが、チタンっていうのは結局合金なので、いくらでも配合によって変えられるんですね。でほぼアルミのようなチタンの色をしたものを、私このチタン買ってくれないかって言われるんですけど、そのね、買うに値しないんですよね。それと同じで、その新しい iPhone もね、まあ非常に高いですが、私は買う価値はないと思ってます。まあそのうち買えるんでしょうけどね。なんでしょう。そんなに iPhone をありがたがるのは日本ぐらいで、先日知り合ったカナダ人はスマートフォンは、Android を使ってました。これ国によって変わるんですけど、日本人って割と通話するじゃないですか、 LINE とかで。例えばね、スウェーデン人とかで、ね、基本的にね、フェイスタイム使うんですよね。なんでしょう、顔を見て、いわゆるテレビ電話ですよね。あれで会話するんですよ。いわゆる相手が何をしているかっていうのをフェイスとフェイスしながら通話するんですね。それが当たり前になっているんです。相当文化として違うんです。日本だと、その、相手が見えないところで、まあ、鼻くそしながらね、ああ、社長そうですかっていうのがありじゃないですか。彼らは違うんです。常にきちっとしてるんですね。そして、スウェーデン人はですね、僕のスウェーデンの友達は、ベジタリアンなんですね。ベジタリアンなんですが、彼と朝ね、会ったんですが、まあ、おはよう、アツシって来たら、なんと手にですね、ペヤングのカップ焼きそばを持ってるんですね。ベジタリアンでペヤングのカップ焼きそば食べていいのと思って、多分肉汁も入ってて肉のかけらも入ってるよなと思ったら、なんと彼はですね、それをトレーの上に分解して、こういう袋ね、ピンセットで肉の破片をこう分けてるんです。すごい丁寧に。でさ、ベジタリアンではね、そのペヤングの焼きそば食べていいのって聞いたら、問題ないよ、肉のかけら外せばって。それぐらいベジタリアンっていうものの定義は曖昧なんですね。これを覚えておくといいです。彼らはね、すごく家具にこだわるんです。スウェーデン人は、初任給で家具を買うというね、書籍があるんですが、聞いてみましたが、本当にそうです、そうです。座ってる椅子というのは、非常にその人自身を表すものです。ちなみに私はお客様用にスペイン製の椅子を用意しています。はい、かけていただくと非常にわかるんですが、とてつもなく座り心地がいいです。そしてとてつもなく高いです。はい、高い椅子を用意しているんです。お客様がいらした時用に ね。これ横浜のですね、レストランで使われていたものを私が、下北沢で購入した一点物なんですが、椅子って高いんですよ、すごくね。で、こういうものは巡り合わせなんでね。で、ギターさんも高いんですよ。いくらだかよくわかんないですかね。まあその、まあ、持ってくればああだこうだっていう感じで、そろそろ入れ替えの時期に来てますよ、竹下さんということなので、東海のセミアコースティックギターに入れ替えたいと思いますという話でした。はい、プロのギタリストってそんなもんなんですよ ね。というわけで、スタジオリバーサイドからギタリストシーマソングライターの竹下つらをお送りいたしました。ギタリストに生まれてしまった以上、ギターを弾き続けるのであるのでございます。それでは皆様です。すみません。